はいどうもこんばんは、しょうがないとです。ちょっとライト明るいかな。今回はね、ツイッターに動画をね、そろそろ上げようと思ってというか、その動画のちょっと準備をしようと思って今撮ってるんです。どうせならね、その間も何かにした方がいいかなと思って今撮ってるんですけど、用意したものがね、こちらクイックルワイパーの取り替え用のやつね。ごめんなさいね、ちょっと足元にさ、なんかピアノがあるんですよ。これ実際これね、バネッサ・カールトンのモノマネ現実逃避をした時に使ったピアノですけど、これすごい邪魔なんでね、西田ひかるさんの動画を撮るのになんでクイックルワイパーなのかっていう話をすると、西田ひかるさんの曲で人生変えちゃう夏かもねっていう曲があるんですけど、その曲の衣装っていうか、テレビで歌ってられる映像とかってご覧になったことあります？その衣装がね、頭に羽がついてるんですよ。頭に羽がついてるから、別にその羽の部分は描写しなくてもいいんだけど、どうせだったら気分がね、出た方がいいかなと思って、なんか羽っぽいものって家にないかなと思って調べたわけですよ。できるだけでっかいですね、この辺にでっかい羽がついてるものをつけたいなと思って探した結果がこちら、クイックルワイパーさんだったんですよ。でクイックルワイパーだったらその時に使ってね、使い終わったらまた外して使えばいいからね、無駄にならないし、いいなと思って今作ってたんですよ。で、頭につける時に何かいい方法ないかしらと思ってたら、カチューシャにね、カチューシャここにつけて、そこに羽つけ、羽というかクイックワイパーをねつけたらそれっぽくなるかしらと思ってさ、カチューシャなんてさ持ってないじゃないですか、普段つけることないしと思って、また薬局にね安いやつないかなと思って買いに行って、で家に帰ってきたんですけど、家に帰ってきた時にね気づいたんです、私ねカチューシャ持ってたんですよ。昔狩矢崎翔吾さんのね、1分で狩矢崎翔吾になるみたいな動画を撮ったんですけど、その時に私カチューシャ買ってたんですよね。まさか自分がカチューシャ持ってるなんてね思わなくてちょっと引きました。そう、もうびっくりしちゃって、自分で、あ、俺カチューシャなんか家にあるんだと思ってさ、すごい嫌な気分になったんですけど、クイックルワイパーをさ、そのカチューシャにつけてみたんですよ。つけてみたのがこちらになるんですけど、どうですか、なんかねイメージと違う、見てください、これ何、西田ひかるさん全然違う、なんか様子のおかしいサザエさんみたいになっちゃって、違うよね、こんなこういうことじゃないんだよな、こうなんかこうなってないと、ほらなんかね入り口が見えてちょっと若干気持ち悪い、やだな、ちょっと恥ずかしい、ちょっとイメージと違うんですよね、こここうじゃなくてこうなっててほしいんですよね、この白いビラビラちょっと見えるの嫌ですね。いいか、ちょっとね雰囲気出すだけだから、いいっちゃいいんですけど、なんかちょっと違う、私こういうとここだわっちゃうんですよ、なんか自分の中で西田ひかるになれるスイッチをね押すためにつけたるのに、これじゃちょっとなんかね嫌だ、嫌じゃないですかこれ、何、もう一個ね買ってきたんです、これコーナーで買ってきたの、これね膝当てです、これが今回の動画のキーになるので、これはねどうしても欲しかった、最初もっとしっかりしたさ、なんかかっこいい膝当てが欲しくって、自転車屋さんとかに行ったらあるかなと思って探したんですけど、意外とないんですよ、意外となくって、でAmazon 探したらねいいのあるんですけど、Amazon の届くのをさ待ってると熱が冷めちゃうとね、このなんか勢いでやらないとこういう動画ってね全然上げれない、正気になっちゃったらその時点でね終了ですから、そう本当にね自分が頭おかしくなってる間に動画撮るっていうのが鉄板基本です、こういうのはね、だから皆さん自分が冷静になるのなんてね待ってちゃダメですよ、なんか勢いつけてなんか、酒でも何でもいいです、力を借りて自分がね、あこれおかしなことなんか多分何時間か経ったら変なこと考えてるなって気づく
前に全部やっとかないと、あのでも道具とか買っちゃったらもう後に引き返せないんでね。私もさ、あの最近だとね、中森明菜さんのさ実家のね、あの夜ヒットでの映像をあの真似しようと思って動画作ったんですよ。でその時にさ、あのね、わざわざこんな、見てください、これでっかいの、これもうね邪魔なの、もう撮り終わった後って、これ本当にね、もう他で使うことないのにね、でもね分かんないじゃん、何かで使うかもしれないと思って、これもねまだ撮っちゃってね、どん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 部屋がね、私断捨離っていうんですか、ミニマムなね生活をねしていきたいっていう心があるのに、どんどん物が増えていくわけ。これね本当に人生ってねうまいこといかないなと思いますよ。そう、まあそれでね今回はこの膝当てをね使うので、これはこれで買ったんですけどね、これ1000円ぐらいでした。まあ安いもんですよね。100均で済むと一番よくいいんですけど、私割とそういうとこね、100均で済みそうなものでもちょっと高いやつ買って自分をね、なんだろうな、自分を追い詰めていくっていうようなことを割としちゃうんで、まあこういうような形でね道具が揃ったんで、あとね今回ね本当にすごい面倒くさいのはさ、あのダンスをねちょっと覚えないといけない。私ダンスをやらないといけないんですけど、ダンスがねまた踊れない。そう、あの音楽ができないのと同じで、ダンスもねリズム感がないんでしょうね。ダンスダンスレボリューションやってた時も人よりもワンステップなんか多く刻んじゃって、ものすごい変ななんかね疲労度がねものすごい、ずっとね縦にジャンプしながらじゃないと足が出せないっていうね変な癖があったんで、本当にねステップとかそういうもの全然できないんですけど、まあ、今回はね、まあ、もう西田ひかるさんのためですから、もうしょうがないです。こんだけ道具も買っちゃったしね、用意しちゃったんで、まあどうしようもないから頑張るんですけど、ちょっと皆さんまた出来上がりを楽しみにしててください。はい、ということでね、ダンス練習パートですね。はい、ダンスはね本当にねうまく踊れないので、こうやってね映像を見ながらダンスの練習をしたわけですよ。でまあそれでも全然覚えられないからさ、手書きでね振り付けのパートをね書き分けて、まあこんな感じで作ったりとかして一個一個覚えていったわけなんですけど、まあキレがないね。まあ、で手書きでさ振り付けのやつ書いたのなんてね、小学校とか中学校の組体操以来ですよ。もうあれもう本当にね嫌で、そう、女の子たちがさ組体操しないからって言ってね、自分たちの好きな曲でダンス踊っていいってことになってね、でブリトニーとかさ、ブリトニーのオーバープリロガティブとかね、ステーシー・オリコのさスタックをさ踊ってたわけ。いや私だってブリトニー踊りたいんだけどと思って、まあその時は本当にねふてくされましたよ。あれが反抗期始まった原因じゃないかなとか思ったりとかするぐらい本当に嫌だったな。もうだってさ、私だってスタック踊るなんて、私を置いて他の中学校、今のねそのいてた中学校で私よりステーシオリコが好きだった人いなかったと思う。だってライブイン東京の DVD だって私買ったんですよ。それなのに私にオリコ踊らせないなんてね、もうそれはもうね間違ってた。義務教育のね悪いとこが出ました。Shit.